はい、どうもちゃ、ミステムです。で、今回は幸せなお金持ちが密かに実践しているお金の使い方に関して、お話をしていきたいなというふうに思っております。まあ、今回はね、お金の稼ぎ方とかお金をこう手に入れる方法っていうよりも、お金をどうやったらこういい形でね使っていくことができるのか、まあ、その使ったお金がねまた、まあ、自分自身の幸せとかね、自分だけじゃなくて自分の周りの人も幸せになってね帰ってくることができるのかというねお話をさせていただければなというふうに思っております。まあ、僕自身もね、まあ、ありがたいことに、まあ、いろんなこう、まあ、成功者っていうね言い方がいいかわからないんですけども、まあ、僕の中で24時間の中でね、自分のご機嫌、自分がこれなんか最高なんじゃないのっていうものを実践しながらも成長しながらもね、そしてその結果として周りの人をすごく幸せにしている人たちっていうのを僕は、まあ、レジェンドとか、まあ、成功者とかね、まあ、ご機嫌者みたいな風に僕は名付けているんですけども、まあ、そういう僕がなんていうのかな、もうにじみ出る幸せを持っている人たちにやっぱり共通しているそのお金の使い方っていう部分をですね、まあ、近年研究していて分かったことを今回シェアさせていただければなというふうに思っております。で、まあ、あのお金の手に入れ方、稼ぎ方に関しては、まあ、いろんなビジネスとかね、例えば投資であったりとか、まあ、手段っていうのは多々あると思うんですけれども、まあ、稼ぐことに関しては一つですよね。でも、そのお金を使うっていうふうにね、考えたときに、例えば食事にしろ、その、まあ、なんていうかな、例えば物を買う。僕だったら例えば最近このアップル、今目の前にあったのがたまたまアップルペンシルだったんですけど、アップルペンシルにしろね、例えばカメラにしろ、まあそのいろいろ買うものに関して、使えるものに関しては選択肢がたくさんありますよね。で、だからこそ逆に迷ってしまうと思いますし、その逆に言うとそのお金のこう何に使っていくのかっていうことで結果的にまあ自分自身のライフスタイル、まあ、そして未来も大きく変わっていくと思うんですよ。で、特に日本だとなかなかそのお金をどうやって使っていけばいいのかっていう勉強をねする機会がないので、なかなかこうお金に対してのねその使うことに対するブレーキがかかってしまったりとか、まあ、人によってはその散財することに慣れてしまってね、何かわからないけど気づいたらお金を使ってしまっているという状況になっている人って多いと思うんですね。まあ、なので今回はそのどういうお金の使い方をしていくといいのかというところをですね、踏まえてお話しさせていただければなというふうに思っております。で、基本的に、まあ、僕が今、まあ、2019年現在ですね、世の中を見ていて感じることっていうのは、年々やっぱり僕たちの財布からお金が出ていくような仕組みっていうのがたくさんできてきてるなっていうふうに思うんですね。で、これはもしかしたらいい意味なのかもしれませんし、もしかしたら人によってはそのお金を吸い取られてしまうような状況になってしまっているというふうに思っていて、それはどういうことかというと、年々僕たちのその例えばスマートフォンとかデバイスとかもそうなんですけれども、まあ今例えばね、僕自身今 YouTube、配信させていただいていると思いますけれども、まあ、僕の YouTube では、ビデオ広告出てこないと思うんですけれども、他の方の YouTube を見ているとですね、自分がつい最近見たその何か、まあ、サイトに結構準ずるような広告が出てきたりとかですね、まあ、ホームページ見ていても、例えば僕もサプリメントとかね、よく調べてしまうので、サプリメントに関する広告っていうのがバナーがこうちょくちょく出てくるわけですよね。で、そうやってこう一人一人に合った今広告とか、その、まあ、一人一人に合ったこうなんていうかな、オーダーメイドされた、まあ、アドバタイズメントですよね、広告っていうものがどん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 進化を遂げてきてるので、まあ、簡単に言うと前よりもなんか物が欲しくなってしまうような状況っていうのは一日の中で作られてしまうと思うんですよ。昔であったらね、例えば街とかそのお店に行かないとなかなか物って買えなかったわけですよね。でも今それがインターネットっていうものができたことによって、まあ、自宅にいようがどこにいようがワンクリック一つでね、クレジットカードとかも登録してあればワンクリック一つで買えるような時代になってきてしまっているわけですよ。なのでちょっと僕もよく見ていて、 Amazon の広告ができて、これさっき見たやつじゃん、やべ今買わないとなみたいなね感じで買ってしまうことも多いんですけども、そうやって要は今までよりも僕たちっていうのはお金をこう支払えるチャンスが増えてしまったっていうことが今出てきているんですね。まあ、これある意味でさっきお伝えしたように便利になっている背景もあるんですけども、まあ、人によっては、今まで以上に財布からお金が出てしまっているっていう状況になってきていると思うんですよ。まあ、その他にもね、例えば日本においてで言ったらその
割と日本の、まあ広告とかってすごく興味深いのは、なんかこれとこれをしないと幸せになれませんよみたいな広告って結構多いですよね。で僕自身も一時期、まあ、年収主義みたいな部分に陥ってる時があって、要は自分は年収がこれくらいないと男としてありえないんじゃないかなとかね、その自分の人生の価値がないんじゃないかなみたいなね部分をどこかで感じている部分があって、すごくその自分が稼ぐことに関するなんていうかな、こうコミットメントっていうのは非常に高くてね、もちろんそれが良かったのかもしれませんけれども、そういう時期があって、なんかこれとこれがないと自分の人生は幸せじゃない、自分の人生じゃないんじゃないかみたいなね、その簡単なある程度のプライドだったらいいんですけど、それが必要以上になりすぎてしまうと逆にそれが自分の苦しみになってしまっているんじゃないかなってことに、まあ、気づいたんですよね。なので日本ではその自分がなんかこれとこれとこれをプラスしないと幸せになれないんじゃないかなっていうような、どうしてもその文化とか風潮が強いから、多くの人が何かにこうお金を払ってある程度の自分がレベルに達することによって、なんかそこから幸せの無限大の世界が待っているんじゃないかなみたいなね、夢の国がね自分の人生のある程度の地点にあって、そこまでいろんなものを足すことによって、もう最高の人生がそこからもうその瞬間からね始まっていくんじゃないかなというふうに、思ってしまっている方って多いと思うんですよね。まあ、実際に僕自身もそうだったんですけれども、まあ、でも今海外にたくさん出るようになって、今いろんな国を見てね、いろんな宗教の人たちを、見ていて、まあ、いろんな文化の人たちと触れていて、やっぱり感じることは本当にいろんな価値観の人が、いますし、本当に今この瞬間、全力で楽しんでいる人、別にお金がなかかろうがあろうがね、みんなと仲良くして楽しくしてね、でもちろん時には問題とかも起きますけれども、それでも毎日楽しく生きている人たちっていうのもたくさんいるんですよね。でそういう人たちを見ていて、やっぱり日本っていうのはその幸せのこうボーダーラインっていうのが非常に高いなっていうことを気づいたんですよね。まあ、それによって儲かっている人たちがいるのは事実だと思うんですけども、例えばね、今ちょっと話ごめんなさい脱線しすぎましたけども、そういう何か自分がここの地点に達せれば幸せになれるっていうものに対して、どうしてもお金を使ってしまうようなシステムっていうのも事実あるんじゃないかなと思っています。例えばね、非常に分かりやすい例で言ったら、男の人であればね、今まで例えば男性がエステに行ったりとか、その美容室に行ったりすることってなかったと思うんですよ。でも今例えばメディアとかで見ると、女性はその髪の毛がさっぱりしている方がいいですとかね、毎月1回はエステに行っている男性の方がいいですとか、例えばその分からないですよ、まあ、これもいろんな説があると思うんですけども、すね毛とかが綺麗な方がいいですとかね、逆にたくさん生えてた方がいいですとか、まあそういういろいろな意見があって、例えばすね毛が綺麗な方がいいですというのであればね、その人も脱毛サロンに男の人も行かなければいけないわけですよね。そうすると今までだったらそこにお金をかけなかったことが、またお金が必要になってくるわけですよ。でしまいにはいろんなものに、結局例えば美から服から、まあ、その自分の人生に対する、まあ、勉強、例えば語学とかいろいろあると思うんですけども、そういったものに全部ねお金を投資していくとなったら、確かにそれによって頑張ればですよ、リターンを得られてね、何かそのプラスになることってできると思うんですけど、基本的にはお金って減ってしまいますよね。なのでそういった意味で自分がやっぱりどこにお金を使っていくのかっていうのは非常に悩ましい部分ではあるんですけれども、そこにやっぱりどうしても僕たちは今いろんな意味でね使わせさせられるような部分になってきているんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなわけでね、ちょっと今回はお金の使い方ということでね、簡単にご紹介させていただければと思うんですけれども、基本的に僕自身が、まあ、先ほどお話させていただいたレジェンドとか、その、まあ、成功者という言い方がいいか分からないんですけども、いわゆるその、まあ、幸せがにじみ出ちゃってる、お金もにじみ出ちゃってる人たちっていう人たちに共通していることとしてあるのは、やっぱりその最先端のものっていうのに常に皆さん興味を持っているんですよね。で一時的にやっぱりこうお金とかがこうバーッと入っちゃって、翌年からですね、全くお金を稼げなくなってしまって、いる人たちっていうのも今結構増えてきているんですけども、そうじゃなくて長期的にやっぱり活躍している人たち、幸せがねじみ出ている人たちっていうのは、やっぱりその未来っていうのを常に意識しているんですね。例えば今の時代っていうのも、僕自身今、まあ、この YouTube っていうもの、そして今僕が YouTube を撮っているデバイスっていうものがあるからこそ、まあ、今世界中どこにいようが僕はこうやってね、僕が感じていることをシェアできるわけなんですけども、これっていうのも僕がある程度未来を予想してやっているからこそ、まあ、こういうツールっていうものをその自分が入手することができたと思いますし、そのツールを使って今こうやって表現することができていると思うんですよね。でこれ一例なんですけれども、そのようにこう未来とかそのこれからの世の中ってどん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 変わっていくと思っているんですよね。でその中でいち早くやっぱりこう
これから未来に流行りそうなもの、未来が、やってくるものですよね。では人々の生活を大きく大きく変えてくれるものっていうものに、注目をしてお金を使っていくこと、そういった部分を生活に取り入れていくことっていうのは非常に僕が見ていて、いろんなその、まあ、活躍している人たち、レジェンドと言われている人たちはほぼ全員ですねやっていることなんじゃないかなというふうに、思いました。まあ、なので最近の話で言ったら、例えばデジタルデバイスですよね。まあ、僕で言ったら例えばパソコンだったりとか、例えばパソコンのアプリケーションってたくさんありますよね。例えば僕も今子供に音楽ソフトっていうのをですね、まだ2歳なんですけれども、使わせて自分で作曲をしたりとか、させているんですよね。まあ、これローンチパッドっていうアプリケーションで簡単にできるんですけれども、まあ、そういったアプリケーションであったりとかですね、まあ、他にもいろんなソフトであったりとかもそうですし、パソコンもそうですし、他のデバイス関係、例えばカメラもそうだと思いますし、いろんなその生活をこれから変えてくれるような、まあ、未来に存在する何かっていうものがですね多々、あると思うので、ぜひですね、まあ、今回このビデオを見てくださっている方も、まずお金をその投資する先、使う先として、まあ、そういったなんていうかな、未来にこれから流行るようなテクノロジーっていうのかな、そういったものに少しずつ少しずつ、意識を向けていただけると、今すぐはね、例えば何か変わらなかったとしても、それを例えば、将来的に自分の知り合いに教えてあげたりしてね、もしかしたらお金が稼げるかもしれませんし、例えばスマートフォンなんていうのもそうですよね、まあ、皆さん、まあ、もしかしたらこうもう使い倒されてるかもしれませんけども、スマートフォンでもまだ使い方がわからない方っていうのもたくさんいらっしゃって、そういった方々に何か教えてあげるだけでも、感謝されることもあると思いますし、時にはそれでね、お金をもらえたりすることもあると思うんですよ。まあ、そういった形でですね、実は、テクノロジー関係とかそういったものっていうのは、これからの時代もね、人々が、かなり、まあ、使っていく大事な大事なものになっていきますので、ぜひそういったものにですね、お金を少しずつ少しずつ使っていただけると、まあ、いいんじゃないかなというふうに僕自身は思っております。はい、まあ、そんなわけでですね、今回お金の使い方シンプル編でね、パート1ということでですね、まあ、今回はテクノロジーということをね、お話しさせていただきました。まあ、この後にですね、またシリーズとして、まあ、これ見てくださっているビデオの、リスナーの方の方、神々ですね、要望があればまた続編ということでですね、例えば、大きく分けると僕は衣食住っていうものがございますよね。で、今未来っていうところだったんですけども、まあ、衣食住どういうふうにしてですね、彼らがお金を使っているのかっていうところをですね、まあ、カテゴリーごとに、シェアさせていただければなというふうに思いますので、まあ、ぜひリクエストありましたら、まあ、僕の、まあ、この YouTube の下に、ね、メールマガジンの方ありますので、そこからあればね、僕しか見れないので、送ってもらえればですね、あ、わかりました、こういうものをじゃ取らせていただきますとか、まあ、それじゃなくて気軽な人はね、とりあえず何でもいいから来たいぞって人は YouTube のグッドマークを押していただければ、僕の方で、あ、わかりましたということでですね、ニコニコしながら考えさせていただきますので、ぜひね、あなたからのレビューをお待ちしております。ということでですね、今回はお金の使い方に関してお話をさせていただきました。少しでも参考になれば幸いです。ありがとうございました。I couldn't wait until the day this agitation went away. I'm on my knees, I gotta pray that her black and my white make gray.